ご乗車ありがとうございます。トリップステーション七十六点一番線、まもなく発車いたします。 時刻は3時を回りました今日も国道330沿いパークアベニュー入り口 FM 小座のスタジオから生放送でお届けします木名お織のトリップステーションのお時間ですで、この番組は小座の街をはじめとしまして沖縄の観光地などの旬な情報や穴場など あんな角度こんな角度でお届けする旅番組でございます。この番組が旅の情報発着点となりますようにという思いを込めまして番組名もトリップステーションと名付けました。サンジジャーのお供もに旅のお話はいかがですか。メッセージは七六一アットマーク fmkoz.a.jp です。七六一アットマーク fmkoza.jp です。 ファクシミリは、零九八九三四八六五三九三四。ハロー・コザまでお願いします。また、FM コザでは、ユーストリームとツイキャスにて、映像と音声も配信しております。えー、番組じゃないね、うん、FM コザのホームページからアクセスしてみることができますので、こちらでもどうぞお付き合いください。サイサイもう二千十八年、勝手に。 まあい,いや <laughs> 2018年最初の放送がもう今日ということでね10日10日だけど新年明けましてあ新年おめでとうございますはい10日も経ってしまいましたねうん先週が3日だったので FM 講座お休みだったわけですからねでこの番組は今日からスタートです今日第回目の トリップステーションでございますお時間ある方は最後までどうぞお付き合いください、えー、今日寒くない寒いですよ私アチルなんですけどそれでもコートも着てその上にまた羽織るものもね羽織ってガクブルガクブルしながら歩いてきましたけどいやーこれがもうだいぶ一番寒い時かなと思いきや明日もっと寒いみたいで で明日は最低気温が11度で最高気温が14度もしかしたら、ね、風が吹くともっと体感温度は低くなるんじゃないかなと思います、今日風強いので、えー、気温は10多分今12、3度ぐらいなのかなそれがもっと体感的にはもっと寒く感じられますがなんかね来週は24度まで上がるらしい、<laughs> もう上がったり、そうそうう温度差がね アップダウンがすごいので風邪ひかないようにね皆さんくれぐれもねご注意,ご注意、はい、気をつけてくださいねでお聞きの皆様もお住まいの地域はねいかがでしょうかねツイキャスの皆さんも全国各地からこうメッセージくださいますけれども早速サボ,サボさんもねそしてはじめましての和雄さんあ熊本って。 寒いいじゃないもしかしたらこんにちは熊本からハイサイとメッセージ届いておりますが、ね、何度ぐらいなんでしょうかねまさか雪降ってないですよねでサボさんのところどうでしょうかねでサボさんのメッセージではきなっこアットマーク初場○○○〇〇〇体験あそう私ですね午前中健康診断がありましてあの問診票にはあのバリウム飲みますよと。 バリウム飲んだ後に下剤をお渡ししますのでとかもう細かく書かれてたわけあいよいよ42茶いきなさおりバリウム初体験だなと思いきや一向にねバリウムが出てこなくて結局はなんか対象外だったんだろうねきっとね、うん、まあ一般的な身長体重で血圧採血あと何したかなあ心電図とかねあとエコーとかも取りましたけれども。 あと何何撮ったかななんかあれ写真撮るやつよガシャンってやるやつ生き止めてってあれなんだあそうレントゲン <laughs> レントゲンも忘れてるもうねなんか新年気分がぬ半分だわけよ私ふわふわしてます今日はねだからもうよんなよんな今日は行こうかななんて思ってるんですけれどもはいあ初めましての面相レ北海道かららっちゃんって。 初めましてです初見ですってメッセージ北海道寒そうですねどうですか今日のお天気気温は教えてくださいあちなみにですねこの番組は旅番組でございますので北海道の名物だとか、えー、スポットとかね教えてほしいなと思いますさてですね年末年始なんですけれども忙しく2017年ぐわー走ってね 忙しく過ごしていた私ですがもう2017年のギリギリ最後の最後までお仕事してて2018年の仕事始めそのまま仕事始めっていう感じでねカウントダウンのこうイベントの司会をさせていただいたんですけれどなのでねバタバタと年末年始は過ごしてました。でその日もうちょっっとだけ睡眠とって、えー 紙を取ってからあの初詣に行ってきたんですけど、こう沖縄ってこう？干支によって何年の人はこの神社がいいですよ。とかってあるじゃない。だいたい首里に集中してるんですけれども。私もこの首里エリアに行って、私はウサギ年なのであのあれです。ダルマ寺に行ってきました。ダルマ寺はね。すっごく混んでましたね。はいでうとうとしてきました。ダルマ寺行くたんびに何かが増えてるんですよ。アイテムが。 お祈りする場所とかがね、あ面白いなと思いながらね今年も楽しみながら参拝をしてきました皆さんはどんな年末年始をお過ごしだったですかねそちらもぜひ教えてくださいそしてですね今日はどうしようかな今日はですねトークテーマは2018年の目標とかあとこの番組旅番組なので 行きたいここに行きたいなって今年こそはこの願いを叶えたいなあっちに行きたいなとかそういうのがありましたら是非教えてほしいなと思います、はい、私の2018年の目標はですねまず休息を上手にに取れるようにしたいもうブワーっとねスケジュールが空いてたら何かオファーが来た時に「あ空いてます」ってすぐ先に言っちゃうタイプなので。 いやちょっと待ってよって一呼吸置くことも覚えていかないと2017年大変だったのでね後半がねうんで休息も上手に取れるようになりたいしあとは学ぶ時間をもうちょっと2017年全然本とかも読めてなくてで韓国語とかもね止まっちゃってたんですよだからねまたやり直しっていう感じなんですけどそういった学ぶ時間あと観光地などももう一回ブラッシュアップして。 もっともっとあの力つけたいなって知識をね身につけたいなと思ってるので休息の時間と学ぶ時間を2017年よりはたくさんとってもっともっと自分の宝にしていきたいなっていうのが私の目標かな目標です、はい。あと旅関連に関してはやっぱり韓国旅行に行きたいですね。韓国のあっっちにに行きたたいですよあのアートに生まれ変わった街あー 山に行きたいですねそしてやっぱり韓国野球観戦に行きたいですね、はい、あとは今年こそは広島カープの公式戦に見に行きたいです広島の球場にね行きたいなと思ってますやっとですね広島カープの協力会にも入ることができて、はい、そのメンバーに「そうそう二口入ってよ」はい「そしたら「一口です」って言われて「<laughs> 一人一口なんです」<laughs> 欲張りみた」みいな。欲しがるねもうね もうびっくりしたよ。はいという感じでね、2018年はあの、まあ、目標ね、皆さんそれぞれお持ちかと思いますが、ぜひ、よければ教えてほしいなと思います。で今日のトークテーマは2018年についてですけれども、あと、そうですね、スポットとしては1月のおすすめスポットその1ということで、えー、お時間の許す限りお届けしていきたいなと思います。お付き合いください きなさおりのトリップステーション、この番組はアジアンダイニングアダニーの提供でお送りします。ではですね。1曲目は女の子の子を気持ちをですね。ぐぐっと上げる1曲です。最近大好きな曲なんですけどね。宇多田ヒカルでファイトザブルース。 木名沙織のトリップステーション FM 小座のスタジオから生放送でお届けしておりますで今日のトークテーマは2018年のあなたの目標を教えてください目標は、まあ、生活ライフスタイルでもいいですしそしてこの番組は旅番組なので、えー、2018年こそはここに行ってみたいなとか そういった目標などがありましたらぜひ教えてほしいなと思いますメッセージは761 a t m a r k f m c o a j p ですツイキャスからたくさんのメッセージが届いておりますありがとうございますシーサーさん埼玉県の、はいえー、週末にかけて埼玉ね寒くなるよーって日曜はマイナス5度から7度ということは冷蔵庫冷凍庫じゃないの 状態なのかなーってマイナス5度から7度って関東でもこんな寒くなるんだねすごくないですかそして北海道からランちゃんランちゃんさん「えー、本日の北海道は最高気温がマイナス2度最低気温マイナス4度ですね」ってはあマイナスって何 <laughs> 何かなあシーサーさんのマイナス5度って今の気温から5度下がるとかっていうことかもしれないね。北海道はそして、暴風じゃないな暴風雪警報発令中って、昨日から暴風雪って沖縄ではまずないね暴風雨で、ね、台風の時はよく聞きますけれどもやっぱり暴風雪っていうのはうちなんちゅにはなじみのないワードですね。 そして雪つながりで和夫さん、熊本から熊本大雪警報出たーって、わー、すごいですね、沖縄がこんなに寒いってことは、やっぱそうだよね、そうだよね、本州、九州、北海道、すごいことになってるんでしょうね、うん、そして、えー、熊本抜天、龍神正也さん、ありがとうございます。 タオルさん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますということで、2月に沖縄に遊びに来てくれるカジアがするけど当たってますかね。はい。どこ行くんですかね。ぜひ教えてほしいなと思いますよ。そしてなんだか久しぶりの野の中の銀の蛍さん。 1>, 1月は桜スポットとということで明けまましておめでとうございます、そうでですすね1月桜スポットです私、先週視察というか偵察というかどうなってるかな、やんばるってちょっと見に行ったんですけれども桜、少し咲いてるっていう感じ、なんか例年より遅い気がしますね、うん、そして FM 講座、き今日ここ向かう途中も桜咲いてましたよ、あの五あたり。 あたりのでさこの時期ってもうあるあるなん,だなんですけど沖縄あるあるでこうドライブしてても「あい桜咲いてるさー」ってパーって近づいたら「あいとっくりきわたやし」みたいなねあ,<ー> <laughs> あるあるそうあれもほんと麗遠くから見てもすぐ、ね、目に映るので、ね、すごく綺麗なとっくりきわたですけどあれインドキワタっていうオレンジの鮮やかな種類もあるんですよオレンジのねすごいビビットカラーですビビットカラーのオレンジ色の花を咲かせる インド木渡って幹の部分とか全く同じなんですけどね、その種類もあるのでちょっと探してみてくださいね、この沖縄いらっしゃる皆さん。そしてお越しの際にはぜひ。はい、まだまだたくさんメッセージがありますが、また後ほど、えー、紹介させていただきますね。まずは観光関連ニュースからお届けしますよ。まずは沖縄ですね。沖縄観光コンベンションビューローは、えー、沖縄 観光新春の集いを那覇市のパシフィックホテル沖縄で開催しました、えー、観光関連事業の業界をはじめ行政,行政の関係者など約900人ってすごいね900人が集い、えー、観光業を中心に沖縄経済や企業の成長を誓いました、えー、玉城流小説会による琉球舞踊では北部観光振興 そして感動創生など毛筆で書かれた2018年のキーワードが紹介されました他にもですねこう写真を見るとうんトランジットってカタカナで書いてあるものとそして DMO ってあるんですけど DMO って何だろう DMO ご存知の方教えてください観光関連のワードだと思うんですけどね何だろう DMO オペック違う、違う <laughs> 全然違う、<laughs> YMO <laughs>、はいえー。そしてですね、沖縄観光コンベンションビューローの平会長は、那覇空港が起点となり、人々の出入りが盛んになっていく、沖縄観光コンベンションビューローが掲げる30年入域客数、1742万人突破を見据え、 積極的に取り組みを進めていきたいと意気込んでいらっしゃったそうですはい、沖縄観光コンベンションビューローの新春の集い900名来年はこの900名の中に私も入ってみたいなという <laughs> 感じでございます続いて北部です伊江、えー、島ですよ大晦日にですね大晦日晴れてましたね沖縄ねいい天気でした 珍しくで天候にめ恵まれました12月31日グスク山飯島チュからの景色を楽しもうと地元の小学生や観光客里帰りで帰省した人たちでにぎわいを見せました、えー、午前中は汗ばむくらいの天候に恵まれましたが午後になると小雨もぱらつきあそうだだったんだね島はねで風も出てきたが登山者は今年の今年最後の グスク山からの景色を楽しんだそうです、12月31日ね、ぐすく山の頂上で息を弾ませながらも、えー、午前中だと景色も綺麗だったかもと少し残念そうな様子を見せ,見せながらもね、楽しんだ方も多くいらっしゃったそうです、思い出した、そう、12月31日の夕方ぐらいは雨降ってましたね。はい 午前中は晴れて暑かったですで1月1日元日から、ね、またお天気が回復して暑い暑いお正月半袖で過ごしましまたねはいで飯島達中なんですけれども1 7 2メートル高さが172って数字だけ聞いたらあ余裕余裕上がれると思う方多いかもしれないんですけど実際、歩くと結構きついんですよ。杖が必要なくらい 結構ねハードだったりしますただねここの頂上からの眺めは行ったことある方はもうわかるかと思うんですけれどももう最高ですねここからの日の出っていうのもいいかもしれないですねはいぜひ次回参考に次回のね初日の出の参考にねスポットの参考にしてみてください続いてはですねこれ観光 というかね面白い話題だなと思って引っ張ってきましたよ。滋賀県の彦根市、滋賀県行ったことありますか？滋賀県。滋賀県の彦根市は市のゆるキャラ彦根ヤンにファンからの年賀状が5日現在で1万3,184通届いたと発表しました。過去最多だった昨年の1万4,897通を上回る勢いでございます。全国47都道府県のほか イギリスアイルランド台湾からも送られてきたそうですよでヒコニゃンは「今年の抱負は?」と問いかけられると鈴を鳴らしながらガッツポーズで意欲を見せたそうですヒコニャンもなんか面白いカュアルがするんですよ私ねこの方ドアラ <laughs> この方ってドアラでしょそしてつば九郎このスリートップになるんじゃないっていうぐらいなんか面白そうなことやってくれそうなね私期待してるんですけどね でその年賀状には今年のえとにちなんで犬年ですが猫の彦こにゃんも頑張ってと書かれたものもあったそうです実はですねひこにゃんってさ猫でしょ2006年生まれの犬年生まれってよ <laughs> 猫、年猫って <laughs> これ面白いよねこれ面白いからちょっと引っ張ってきたんです私もう新聞切り抜いてね 年,寝んで <laughs> 年男年女で年猫だそうですよで。市の担当者は多くの年賀状が贈られた理由をですね昨年行われました国宝彦根城築城410年祭はあ、すごいねその影響で認知度が上がったことですとか彦根屋からの国宝 んひこにゃんから国宝彦根城への招待券付きのハガキの返信があるからではないかということでそれでね人気が上がったんじゃないかって言われているそうですひこにゃんとし猫っていう話題を、ね、お届けしました以上観光ニュースでした では、ここで一曲お届けします。東方神起でウィンターローズ。 皆さんおりのトリップステーション fm コザのスタジオから生放送でお届けしております今日のトークテーマは2018年のあなたの目標、えー、ライフスタイルでもいいですしそして観光のスポットここには行ってみたいな18年こそっていうそういった目標でもいいですよ教えてくださいそして 1>, 1月のおすすめスポットその1ということで1月おすすめスポットたくさんあるんですけどよんなよんなお話ししていきたいなと思ってありますメッセージは761 atmarkfmgoza.jp です、えー、ツイキャス本当にたくさんメッセージが来て,てですね本当にありがとうございますルドルフさん、えー、今年は沖縄2回行く予定ですよってへ1回目は来月さねもう 予約済みですよって、二回ともすごいですね。二回目は何の時かな、ね、夏かな、はい。結構、常連さんじゃないです。も沖縄のこと、熟知してそうなルドルフさんでございますね。はい、そして、シーサーさんはい。十二月に名古屋から帰ってきた時でも、朝はマイナス二度なんだから、週末は今年一番の寒さになりそうって。 本当に冷凍庫のの表現の方が合っているかもしれませんってそうね寒いねマイナスって意味わからんって感じ <laughs> 沖縄の人からしたらね憧れはあるんですよでもいいなーって吐く息が白いとかね毛穴がキュッて引き締まる感じっていうかねああいう空気がピーンと張ってるような冬ならではの空気感って味わうのは憧れですねうんそしてうんあシーサーさん コナンの街鳥取に行くことが目標かなってへえ鳥取県行ったことないな砂丘があるところよね,ね行ってみたいですね雪が積もるときってどんな感じなんですかね砂丘もあんな感じ綺麗な雪化粧が見れるんですかねはいそして熊本バッテン龍神雅也さん初のの沖縄の友達と 昼は美ら海水族館とか観光地に行きますよって夜は友達のみん浜崎あゆみのライブに行くので自分は小座へ行く予定ですってあ日にちがかぶってるんですねこんにちはへえコザのみ歩きなんかディープなところ知ってそうですねそそしてそしてて はい、ルドルフさんあのキャンプ、ね、キャンプも近いですねということで宿泊しているホテルでバイトはどうですかってそれ狙っている子、たくさんいるんですよ、やっぱりファンの子たちでね、本土からでも短期でもいいからこの選手が泊まっているホテル、みんな知ってるじゃないで、ホテルにいたら、普通に出待ちとかも結構しやすいじゃないだからね、待ってる子もいるんですけど、働きたいという子も多くて。 私はです、ね、もうキャンプの時期は LG ツインズのスタッフでもあるので LG 一色になっちゃうんですがその合間合間、えー、休みの日にはもうチェックしてます、どことどこのチーム練習試合があるかなこの試合紅白戦があるかなとかそこをチェックして日本のチームの試合を見に行くんですけどねもうもう基本2月5日から3月10日まではもうがっつり石川球場にいるので。 お暇な方はね、遊びに来てください。はい、あの選手への差し入れはですね、えー、10円ガム、10円ガムのドラゴンボールの絵が描かれたやつとか、ワンピースの柄とかね、これがかなり大人気です。そして、えー、うまい棒も大人気なので、選手への差し入れはこちらをチョイスよろしくお願いします。はい、はいではですね 1>, 1月のおすすめスポットその1ということで、えー、先週北部を巡ってきましたけれども桜の咲き具合がですねまだ一部咲きかなという感じがしましたではあるんですがもうすでにですね桜まつりの情報が各地から届いてましてその中の1つがですねまず本部八重岳八重岳、ね、おなじみの八重岳の桜まつりがですね1月の20日から2月4日まで。 あれこんなな長かったったけな2週間ぐらいありますね結構20日だったら20日4日はい2週間ぐらいありますので、はい、この間にはもう満開を迎えてるんじゃないかなと思いますよで20日のオープニングセレモニーで2018年の「モトブミスさくら」発表会毎年恒例ですよねかなり盛り上がりますがその発表会もありますしそして21日日曜日は「 子賞ちびっ子たちの賞ですね18番大会みたいな感じかなかわいいかと思いますで石くびり大会これも毎年恒例になっておりますがでこちらぜひ2月あ1月の20日から2月4日まで合わせてですねこちら元部町また別会場になるんですが本部琉球弁慶荘花祭り琉球弁慶荘という黄色いちっちゃなねお花があるんですけど その弁慶草祭りも開催されるということなのでハーソー公園って分かりますかね本部の海洋博公園から泣き神城の間にあるので道の駅があるんですよヤギがいっぱいいたりしてねすぐ道沿いなのですぐ分かるかと思いますがこちらで行われますのでおすすめスポットその1の1ということで <laughs> はいまずは本部のねツイキャスの皆さんにはフライヤーで。 こんんなな鮮やかかピンク色の花を咲かせるんですよあの沖縄の桜ご存知の方ももちろんうち,のうちの皆さんだったら、ね、毎年見てる桜ではあるんですけれどもあの本土の方で沖縄の桜をまだ見たことないという方多くいらっしゃるかと思うんですがあの本土の桜より本当に濃いピンク色小ぶりで下向きに咲くという特徴があります。ああとそうです、ね、あれですすねれよ桜前線が 南下するということで北から咲き始めて桜前線南へ南へと南下していくので北部で桜祭りが1月下旬だとしたら那覇市の那覇市あるいは南城市とか、えー、八重成町とかねそういったところの桜祭りは2月に入ってからなのでね桜前線南下するっていうのはちょっと珍しいですよね。はいそうルルドルフさん もう桜祭りが近いんですね飛眼桜ですねということでそうあの官秘桜と呼ばれたり飛眼桜と呼ばれたりもしますがどちらでも正しいということですよでその桜の時期にぜひ行ってほしいスポットが泣き神城です泣き神城私,私めちゃめちゃ好きなお城の一つなんですけれども桜の時期だったら泣き神城か中ぐ城,城がおすすめです うん、まず今帰仁城おすすめですが、こちらの今帰仁城は2000年12月に首里城とともに世界遺産に登録されたお城跡として知られてありますよね。で、北部の世界遺産はこの一つだけです。今帰仁城だけなんですね。で、その今帰仁城はそうですね。 首里城よりももっともっと古いお城跡で、13世紀から14世紀頃のお城ではないかって言われてるんですが、でそのお城の城主として一番有名なのはハンアンチという王様ですね。で亡き神城、落城が1410 何年だった3年だだっっったたたかな <laughs> ちょっと忘れてししままいましたでこの泣き神常がこの三山統一を果たした昭和小昭和橋が一番攻めにくい難攻不落の名城どんなに攻めようと思っても攻められないなかなかこう外から攻撃しても手に入れることができないって悩んだお城がこの泣き神常だったって言われてて。 1429年に琉球が統一されたんですけれどもその琉球統一する上で一番こう苦労したお城がこの亡き神城この亡き神城の落城を簡単に言うと外からはどんなにこう攻めても強固なんですよまず地形に恵まれているお城がこうもちろん高台にあるんだけどこの東側 は断崖絶壁になっていてその下に川がシケ間川が流れてるんですけどその川がもうすでにお堀の役割になってるしで攻めようと思ってもやっぱり武勇に優れた男たちがたくさんいたっていうのもあるしお城の作り場所がとても恵まれていたっていうのも理由でどんなに攻めようと思ってもなかなかこう攻められない落城しない強いお城でも中からあっさり崩れたっていうお城ですよね。 うん、この泣き人城主の反安地の右腕として活躍していたムトブ・ティーハラという男がいたんですがそのムトブ・ティーハラが、えー、ムトブ・ティーハラにね昭和史とそして胡様る昭和史とゴサマルがこう深夜の、ね、こう密会をして話し合いをして謀反を働いてくれないかってちょっと提案してダメ元で提案したんですけどでそれをあっさり「いいよオッケー」OK、って。 それで謀反を働いたことによって亡き尋常が落城するっていうもうどんなにねその土地に恵まれていてもそこに住んでいる人たちの輪がなければ何の意味もないというこの昔の言葉に「天の時は地の利にしかず地の利は人の輪にしかず」っていう言葉が昔の言葉中国の言葉かなあるそうなんですがその言葉の通りの落城と。 なったわけですよね。はい、その鳴き尋常。まあ、歴史的なお話はここまでにしてでこの時期に行くとあれなんです。バスツアーもあって昼間のバスツアー。もちろん楽しいんですけれども、夜ライトアップされた泣き尋常桜を見てで泣き尋常のこのライトアップされた。この美しい姿も見てで、昼も夜も楽しめます。昼間おすすめの私の理由はまず晴れてる日だと青空さね。 で泣き尋常の城壁がグレーさ薄いグレーそこにビビットカラーのピンク色の桜が咲いてるわけ城内にたくさん植えられているのでそのコントラストがすっごく綺麗でで夜は夜でライトアップされるのですっごく美しいとなのでねまずこのシーズンおすすめその1は泣き尋常ということなのでぜひ足を運んでみていただきたいと思います。はいそそろそろ CM こうかなね もっと喋りそうな気がしようだからもう危なかったではですねここで一曲挟みますねはいゆずで雨のち晴れるや はい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 時刻は3時48分まもなく49分というところでございますもう本題に入ってからさもう歴史の話したらさもうドツボに入りそうなってからあいやばいやばい時間がないという感じで今に至っております <laughs>、えー、今日のトークテーマ2018年の目標あるいは2018年ここに行きたいっていう そういった目標があれば教えてくださいということでお聞きしましたら本当にたくさんのメッセージはいありがとうございますそしてメールが届いておりまして紹介しますねムーネ先生ですただいま休憩中って聞けてるのかなで最近仕事の買い物ついでにその周辺を歩く散歩することが増えましたそして長いこと来てなかったんだなという時の立つことの速さを感じることも増えました えー、その代表例が閉店や閉院の張り紙。で、国際通りの一銀通りから水俣銀行のところまでの行政区は雲字三丁目。その中に病院通りというああ知ってる知ってるそういう愛称で呼ばれている道があります。で、そこには私が子供の頃から長いこと通っていた地皮家がありますが、昨日その前を通ってちらっと見ると、先月二十九日をもって。 閉院いいたたたしまししままという張り紙が貼られてました実は数年前耳鼻科の薬から漢方薬に切り替えそれから耳鼻科には行かなくなりましたそして薬局も転院してました気づけばいつの間にか、うん、景色が変わっていましたその景色の変化に驚く私他にも行きつけではないですが床屋の閉店など驚きん驚きの半分発見半分 と子どもの頃身近だった地域ほど濃い思い出というのがあるんだと感じたところでございます」ってはあ数字道のねこうよく歩いて写真撮ったりこう気づいたことをね文章に綴ったりするムーネー先生ですけれどもそうですよねこの近くで行ったら久本病院ってあったさ。 あ多分名句生まれてないかわからないかもしれないんですけど佐久本病院って私懐かしかったんですよもう閉院した時やっぱちょっぴり寂しい気持ちになりましたねうんなんか分かりますこのメッセージはい病院通り最近私も通ってないのでどんな感じになってるのか気になるところでございますさあ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 それではですねうーん今週あもうキンキンのものから お知らせしましまょうかね今あの北部名護市で名護市とかあと宜野座村そして、えー、大宜味村のエリアでやんばるアートフェスティバル開催中なんですけれどもその中で大宜味、えー、村の旧塩谷小学校も並行してしまった学校なんですけどその塩谷小学校の校舎を使っていろんなアートが展示されてるんですね。私のお友達もこう写真 をねたくさん見せてくれたんですけど行ってきた子たちがねで私も日曜日息子連れて行こうぜってちょ,ちょっとねノリノリだったんだけど大雨だったので翌週今度の土曜日ぐらいにしようかな行こうかなと今計画中なんですけれどもあの四周あごめんなさんの「あの龍馬伝」とか「美の壺」ってご覧になったことありますかね はい、その文字を書いてる方です文字を綺麗よね美しいよねあの龍馬伝のもかっこいいさあ書いてる作品ゅうさんの作品だとか崔勇キさんだとか久高正和さんうちなんちも多いですよ久保健一郎さんなどの作品で写真だったりとかオブジェだったりとかいろんなねポップな感じのものも。 展示されてますあの本当に美しいなって感じさせるものもたくさんあるそうなので週末お天気ね良くなりそうですから写真撮るにもねいいんじゃないでしょうかねあのご家族あるいはカップルでもいいですし、はい、お一人様でももちろんいいと思いますがこちらのヤンバルアートフェスティバルの、うん、その中でも大木みそんの塩屋小,、えー、小学校旧校舎ですねこちらもぜひ足を運んでみて いいいたただきたいなと思います時間はあともうちょっぴりはだ、ね、あのまだまだ先のお話なんですけれどもチケットがすぐ完売しちゃうんじゃないかということでちょっとだけ紹介しますと先ほど泣き神社のお話をしましたがその泣き神社を落城させたという琉球を統一した昭和市昭和のですね舞台が今年も、はい、多分あの 今年だけでも何回か公演はあるかと思いますが、その中の2月11日、12日、北中城村立中央公民館、公民館で開催というのはあの、なかなかないことで、平田大地さんもいろいろとこう工夫を凝らして、ですね今回はパイプイス、あるいはレジ,レジャーシートを敷いて、も,うもっともっと近くで見てもらおうという、そういったコンセプトで、まあ、思いもね。 様々あるかと思うので、実際、本人から、ね、お聞きしたいところではあるんですけれども、あの総合演出、平田大地さん、そしてスペシャルゲストに大城クラウディアさん、あもう歌声たまらんですよね、本当にねで、開催ということなので、チケットお早めにということで、はい、でチケットはですね一般社団法人、シマンチュラボまでお問い合わせをお願いします、ファクスも受け付けているそうなので、まずはこちら。 えー、まず検索、ネットでも検索できます、一般社団法人四万ュラボ、えー、お電話番号が0989964108番、昼、夜公演ありますので、えー、ごめんなさい全部で4回公演、2日間で4回公演ありますので、北中城村のチュ,ンジュンですね、チュ,ンジュンが会場になってます、小座の町からも近いですので、ぜひ、昭和市、うにわ公演。 足を運んでいただきたいと思います。では今日はここまでということで、また来週お会いしたいと思います。この後も FM コザでお楽しみください。木名沙織のトリップステーション、この番組はアジアンダイニング、アダニーの提供でお送りしました。アンシェイヤまた屋台。